ラジオネーム、カトゥーさんからいただきました。ありがとうございます。そろそろお正月ですね。皆さんは年越しの瞬間とかってどうやって過ごしてますか？やっぱりベタにジャンプをして、年越しの瞬間地上にいなかったとかやりますか？とのことです。これはあるあるだね。あるある。お蕎麦を食べてちょっと一息ついてのんびりしてるんだけど、日付が変わっちゃうって思うと急にそわそわしちゃうというか。そうだね。なんか急にやり残したことがあった気がするって思っちゃったり。とりあえずジャンプはやっちゃうね。さすがゆうちゃん。ルビーのうちは日が変わる瞬間は今に家族全員で集まって新年の挨拶からスタートするんだよ。おお、なんだかおごそかな感じ。絵が浮かぶなー。新年だし背筋がピンと伸びる感じがするんだ。あと堂々と夜更かししていい日って気もしちゃって、朝までお姉ちゃんとゲームしちゃったり。わかる。結局次の日のお昼は眠くなっちゃったりするんだよね。元日は朝からおせち作ったり忙しいからね。そうそう。でも本当にもういくつ寝るとあっという間に今年が終わっちゃうね。本当だね。ついこの間暑い夏が終わってやっと秋が来たなって思ってたんだけど。そうだね。今年も楽しいこといっぱいあったな。きっと来年も楽しいこといっぱいだよ。あ、まだ何日かあるからもう一つくらい思い出作れるかも。なんかしたくなってきた。ようちゃんはもうそわそわしちゃってるね。後で相談しよう。オッケー。それじゃあそろそろ行きます。ラブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールド。ライブサンシャインアクア黒沢ルビー役フリリンこと振り畑愛です。オールナイトニッポンゴールドも一緒に頑張るビー。よろしくお願いします。はい、それでは皆さんいきますよ。全速前進よっしゃろー。アラのヘイレイ。渡辺よ役シュパシュこと斉藤シュパです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、うん、シュカが来てくださいまして、はい、今年の1月以来だから11ヶ月ぶり、うん、大変遅くなりました。待ってた皆さん、申し訳ございません。もうスピードできたよ、ねえ。そんな感じでも、まあ、私たち自身は結構合ってたりするから、そうそうそう、久しぶりな感じで、ね、私が一番びっくりしてるのよ。あれそうだっけみたいな。私、ね、結構来てたら気にしたんだけどみたいな。11ヶ月ぶりだそうで。でも嬉しい、ありがとうございます。やったやった。この2022年の締めくくりの回に来てくださってっていうので、うんうん、まあ、シュカと一緒に楽しくやっていこうじゃないかと思っております、うん、はい。まあ、そんなこんなでオープニング、うん、ルビーとヨウちゃんがメールを読んでましたけど、ね、もうそんなね、もうすぐじゃないですか。もういくつ寝るとお正月。早すぎない？今年めっちゃ早かったかな、うん、年々あっという間ね。え、本当にいろいろあった気はするけど。そうなの。え、どうしようこんな早くて。困るよ、なんか嫌かも、ね、え、やり残したこととかある？え、なんかでも12月に関しては、うん、あと1ヶ月欲しい。マジで足んない。ってこと、13ヶ月ってこと？そう13月ってことか。そうじゃないと本当足りないっていうぐらい、いろいろとね、なんかもりもりたくさんだったから、うん、そうね。そうそうそう。でも逆にあと1ヶ月あるとなんかもういいかなってなりそうな気もする。もうお腹いっぱい、もう早くお正月来ないかな、ね、うん、みたいなね、あったりするよね、はい、うん、あー、そうそうそう。ルビーたちも言っていた年越しの瞬間はジャンプをするか問題。アクアって、うん、例えばその紅白の出演だったりとか、あとそれこそ去年のカウントダウンの時とか、うんうん、なんか割とジャンプしてた記憶あるんだけど、なんか恥ずいかも。恥ずいかも。ああいうの誰が言い出すんだろうね。誰だっけ、なんかジャンプしようみたいなのって。誰だろう。なんかそれこそさ、紅白の時は、うん、なんかエレベーターで年越しちゃったみたいな感じのタイミングあったじゃん。そうだそうだ、なんか結構バタバタしたんだよね。で、したら蓋開けたら結局、うん、あの落ち着いて楽屋入ったら、まだだ、間に合った、あーっつってジャンプしたよね。で、ジャンプした。
何なんだろうね、誰とかじゃないんじゃない、なんか流れ流れの乗りと勢いでなんかえジャンプあみたいな感じねえ、やりがちかもだからジャンプ、ちょっと、今年はやらないでおこうはずいわ、おとなしくおとなしくするわ、年を迎えようかってね、うん、はい、まあ、皆さんどんな風に年を越されるのか、ね、そんなのもツイートしていただけたらなと思います。お願いします。ハッシュタグラブライブ ANN です。番組の実況やメッセージをつぶやきながら番組一緒に盛り上げていただけたら嬉しいですよ。でそんなハッシュタグ、ツイートをご紹介していこうと思います。じゃあお願いします。はい、まずゆうさんからいただきましたよ、はい、アクア虹ヶ崎リエラミュージカル年末も盛り上がろう、いいね、うん、そしてライオンさん、そろそろしかし来ると思ってた、やったぜ、嘘だろな、何よ、予言者、予言者、予言、ライオンは予言をしてるんかい適当は適当じゃないの毎月毎月ありがとうございますね、はい、よっちゃよっちゃそさん、うん、ついにラブライブ ANN リアルイベント直前だ、楽しみにしてます、あ、そっか、そうなの、そうだそうだ、もうすぐです、もうちょっとだね、はい、そして本出し活用術さんからもいただきました、うん、今年の年末もラブライブで忙しい、楽しみがいっぱいあるって素敵ということで、あ、そうだね、うん、いただきました、嬉しいね、いやーね、ラブライブシリーズ本当にいろんなシリーズで活動してるので、ね、すごいよね本当に改めて思うと、ね、素晴らしいことでございます。ということで皆さんこんな感じでハッシュタグラブライブ ANN をつけて最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それでは今回のメニュー紹介です。この後10時半頃まではラブライブサンシャインアクアの2人でお届けしますよ。10時半頃からはスクールアイドルミュージカルより椿瑠璃花役堀内まりなさん、北条由紀乃役アン・ジュリアさんが登場してくださいます。10時台後半はラブライブスーパースターリエラより葉月蓮役青山渚さん、米根名役藪島茜さんが登場します。そして11時台はラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会より上原歩役大西あぐりさん、近衛かなた役紀藤あかりさんが登場してくださいます。11時半頃からは3校合同コーナーも予定しておりますので最後までお付き合いよろしくお願いいたします。さてこの番組ではメールとおはがきをお待ちしております。ジェシカ宛先をお願いします。はい、メールアドレスは ls@allnightnippon.com、 アルファベットの ls@allnightnippon.com まで。おはがきの宛先は郵便番号 100-8439 日本放送ラブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールドまで。そしてセブンイレブン店頭のマルチコピー機では番組投稿用ハガキも販売中です、うん、おハガキで採用された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントさせていただいておりますので、ぜひこちらの投稿用ハガキを使っていっぱいじゃんじゃん番組にお便り送ってきてください、うん、詳しくは番組公式サイトをチェックしてくださいな。はい、ではでは早速一曲お届けしちゃいたいなと思っております。メールのご紹介お願いします。はい、ラジオネームティアさんからいただきました。ありがとうございます。今年もこの季節がやってきましたね。お、そう、スノハレの季節です。ラブライブシリーズの冬といえばこれを聞かないといけません。んスノーハレーションを流してくださいといただきました。ズバリ、いやスノハレだよね、本当に大好きもう素晴らしい、うん、もう発売、まあ、リリースされたのが2010年12月22日ってことで、うん、もう10年以上経っている楽曲になりますね。すごいね、でも10年以上経ってるけどもう冬が来たら絶対聞きたいよっていうさ、聞きたい、あともうミューズイコールスノハレぐらいな、うん、やっぱり、ね、影響力のある楽曲だよね、うん、名曲ですよ本当。じゃあ早速ではあるんですけども、うん、はい、じゃあ早速聞いちゃおうと思っております。はい、それではお届けしましょう。ミューズでスノーハレーション。不思議だね今の気持ち、空から降ってきたみたい、
どうですか、しか。歌詞天才すぎる。マジで。本当に。飛び込む勇気に賛成って。ね、そうね。いい歌詞だな、本当に改めて思うけど。色褪せないし。本当に。10年以上経ってるとはいえ、やっぱそうサウンドとかもザ・ラブライブっていうか。私なんか不思議とさ、脳内にさ、なんだろう、この踊ってる姿が、めちゃめちゃ映像が浮かぶっていうさ、ね、いやいいね、本当に。きっとハッシュタグラブライブ ANN でも皆さんきっとつぶやいてくださってると思います。このエモーショナルな感情を。だってキラキラ振ってるんじゃない、お家で今、ね、いいね、この年末30日、ね、素敵じゃないですか。やっぱ偉大ですね。聞いてるだけでも鳥肌立つじゃん、普通に。わあ、いいね、いろいろ蘇ってあの頃に戻れるね。そうね、楽曲はそうよね。はい、お聴きいただきましたのはミューズでスノーハレーションでした。オーナーニッポンゴールド、ゴールド。ラブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールド。この時間はセブン&アイホールディングスがお送りします。年末年始もますますお得、セブンイレブンアプリ。1月3日までアプリを開いて抽選に参加するとオリジナルスイーツ200円引きクーポンなどお得なクーポンが毎日必ず当たる。お得がザクザク、今すぐダウンロード。詳しくはセブンイレブンアプリまたはホームページをご確認ください。物語の主人公はオールナイトニッポンのヘビーリスナー。佐藤孝子原作、山本周五郎賞受賞の青春群像劇傑作小説明るい夜に出かけて、2023年3月4月に舞台作品となって上演決定。セブンメン侍の今野大輝が舞台の主役に初挑戦。その他伊藤葵、アンガールズ山根、鈴木杏樹ほか、脚本演出は野添誠司。ラジオを中心につながる繊細な若者たちの夜、オールナイトニッポン55周年記念企画、舞台明るい夜に出かけて、詳しくは公式ホームページをチェック。ラジオが読めちゃうウェブサイト、日本放送ニュースオンライン。気になるあの番組のトピックスをニュース記事で読みやすくお届け。 1242.com からアクセス。ラブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールド。年末も君と一緒に過ごせて幸せ。ラブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールド、ラブライブサンシャイン、アクア、クロス RB 役の振畑愛です。渡辺予約、斉藤翔香です。ではここからは、皆さんから届いたメール、おはがきをご紹介していきますよ。はい、早速読んでいきたいと思います。ラジオネーム、ホントケーキ、参加でいただきました。ありがとうございます。もうすぐで2022年も終わり、2023年になりますね。2023年の楽しみといえば、現実のヨハネのシリーズアニメ、それな。カタカナの沼津でヨハネちゃん、ルビーちゃん、ヨウちゃんたちの活躍を見られるのが楽しみです。ヨウちゃんはメッセンジャーということで、郵便屋さんみたいなお仕事なのかなと思ってます。郵便といえば、最近は新年の挨拶も LINE とかで済ませちゃうことが多くなったので、なかなか手紙を書く機会って減ってきたように感じます。昔学校でみんなで手紙のやり取りをしたり、女子がすごく可愛く手紙を折る方法とかを編み出したりしていたのも、いい思いですといただきました。そこで質問です。お二人は手紙の思い出とかありますかといただきました。お手紙ね。手紙か、どう？めちゃめちゃ書く。しか確かに書いてるイメージ、お手紙好きなのよ何かっていうと、あ、なんかつけるかも。そうだな、そうね、なんかちっちゃいなんか紙、なんかメッセージつけるやつにポンってプレゼント、プチプレゼントみたいな感じでポンってやって。もう小さい頃から、それはずっとかも。学生時代の時とかもずっとなんかお手紙交換とか、お手紙交換もそうだし、交換日記もそうだし、交換日記とかやってたね、え、なんかやんない、うちらもやるよね、なんかやるか。そう、なんか面白そうな。だしさ、年賀状はさ、マジでセンスじゃん、なんか、その真っ白の状態からそうだね、こう書いたりとかするから、あれにマジで命かけて
本当にどうやって確かに可愛くデコろうかなみたいな。なんかさ、小学校高学年から中学生の時ってやっぱセンスが問われる、うん、そうなんだ、そんなの子たちの分かりますこの。でもフリはさ絵上手だったからさ。いやでもだよ、いいじゃん。いやなんか、うん、こう言っちゃなんだけど、こう私ももちろん絵得意だけど、うんうん、なんか独特な味のあるおしゃれな子っていたわけ、うん、字がちょっとこういるよね、かわいい字、うん、あれにすごく憧れ、ちょっと汚い字っていうかさ、わかるわかる、ちょっとなんか癖のある字でしょ、あれにすごく憧れた、うん、でもな、私フリの字好きだけどな、言ってくれるよね、そう、かわいいのよ、私なんかほら変な字しか書けないから、うん、いやでも私なんかそう、シュカみたいな独特な字が憧れてたタイプマジで、すぐバレるのよ、これシュカだな、書いたのみたいなバレないように頑張りたい、ね、これから私たちもアクアクラブの方で今年もだし、そうそう、ね、書いてるから、ね、おはがき書いたりしたんで、ぜひぜひ見てほしいな、見ていただけたら嬉しいなと思います。で2023年はヨハネですから、そうだよ、もういやー、まあ絶賛アフレコの方も進んでおりまして、やってるから、だいぶこう世界観と、いや本当もう、あ、言っちゃ言いたいんだけど、言っちゃ言っちゃ、ダメダメダメ、まあなんかある程度こう公式ホームページの方で掲載されているね、うん、そのみんなのあの役柄だったりとか、うんうんうん、メッセンジャーのようちゃん、そうなんだよ、メッセンジャーですからね、ようちゃんは、あと最初の第一声をぜひ皆さん楽しみにしていただけたらと思います。ドキドキワクワク、ね、楽しみだよね、本当にね、第一声はもう言うんですか、なんでなんで言っていいですか言っていいですか、うん、あ全然あの言える準備はもう、ルビーはなんかほぼ息みたいな感じなんでアドリブかましまくってるんで逆にいやそうね、そうね、だから私はあのちゃんと走ってるよね、うん、ちゃんと走ってる、うん、ちょやめてよ、笑っちゃうから、あんまり掘るとネタバレになっちゃう、そうそうそう、ダメダメ、今身内ネタだから、うん、完全に確かに、うん、アフレコでの雰囲気みたいなものも楽しかったですよ ね、うん、楽しみにしててください、皆さん楽しみにしててね、うん、じゃ続きまして、はい、ラジオネームバブソツのエビセンターさんからいただきました、ありがとうございます。本日出演のフリ、シュカの2人はワイワイワイのメンバーですね。そうですね、はい、11月にリリースされたワイ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 、聞いてると楽しい気持ちになるので毎日聞いてバブソツしてます毎日バブソツはしてますが、ワイワイワイのワイワイと楽しいおしゃべりや曲からは、うん、これからもずっと卒業できなさそうなので応援し続けます。嬉しい。そんなバブ卒の皆さんに質問です、うん、今後これからは卒業したいと思うこととかってありますか。PS ここまでメールをしておいて今更なんですけど、うん、結局バブ卒って何なんですか。何だこれ、このメッセージ。何いやでも私たちもぶっちゃけ分かってないっていうのが、なんか言えることはまあちょっとあの検索してくださいバブ卒はもうあのヒャダインさんこと前山田健一さんのいわゆるフレーズなのでね、いやすごいすごいですよ、うん、ね、すごい楽曲ができたからね、本当に素晴らしいなと思いますけど、ね、どうですか卒業したいこと。まあでもちょっともう26歳にもなったし、はいはいはい、もうちょっと落ち着きたい。え、そうなの。はい、だからあの子供主家を卒業したい。え、なんか一時でも大人になりますみたいな宣言を、うん、そうそう、確かライブの方でなったんだけど、あの、うん、全然なってなくてマジで1ミリとも変わんなすぎて、うん、なんだったらあのなんか猛スピードで加速させてってるっていうあやーみたいな。そうだよ、そう、私この1年間見たけどギャルとしか思わなかったよあなた。あギャーみたいな、もうずっとそんなんばっかりしたから、じゃ来年って、まあ、来年、まあ、今後はやんない本当に。え、ちょ、まあちょっとあのやったらじゃなんかする、なんかルール決める。500円貯金しよう。お500円って高いな高いな、せめて100円だろ。いいじゃん、でロケ行こう、それで。おーいいおーいいしかの罰ゲーム500円でやだよ。でもちょっとまあちょっとあの大人、うん、女子目指したいなって、ちょっと子供出荷卒業したいなって思ってるけど、はいはいはい、逆にフリさんあります？卒業、いや私もそうね、うん、そういうことになってくるね。だからなんていうのかしら本当もう落ち着きないっていうか、あの私基本お家に入れないタイプなんですよ。あ、言ってたね。そう、うん、そのインドア派じゃなくて、うん、もうアウトドア、ちょっとでも時間があったら家から出てどっか、うん、それこそ今日もこのラジオ来る前、はいはいはい、一本また別のお仕事があって、うんうんうん、結構時間空いたんです、うんうん、ぶっちゃけ帰れなくもない時間帯だった、うんうん、でも家に帰らずにうろ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 して、待って、ちょ、え、連絡してよ。そうだよね、しゅか、うん
連絡してよ。そうなんですよ。そう。おお、いい。で、さっきまで、あの、そこのカフェで、うん、妹と一緒にいたら、スタッフさんに目撃されてみたい。ちょっとはずい、ちょっとはずいみたいなことも。だからちょっと本当にね、うん、こうちょっとこう時間の使い方を有効にじゃないけど、そう、ね、そういうことはしたいかな。うん、まあ、あの二人とも落ち着きたいという、落ち着きたいですかね。落ち着きたいっていう、はい、いや多分無理だと思うな。バブ卒はしよう。バブ卒はね、はい、ね、はい、ということで、皆さんたくさんのメールおはがきありがとうございました。それではここで一曲お届けしましょう。リクエストメール届いております。ご紹介お願いします。はい、ラジオネームふみよしさんからいただきました。ありがとうございます。冬になると聞きたくなるのがアウェイクンザパワーです。テレビアニメ第9話で冬の景色の中で歌っているセイントアカースノーが印象的で、寒い季節もめちゃくちゃ熱くしてくれる曲ですよね。みんなで一緒にはいはいはいとやって盛り上がりたいですといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ラブラブサンシャインのテレビアニメ2期の第9話の挿入歌になっております。で、まあ、ライブでもトロッコでこの、うん、楽曲を回って歌って、やったね、やっぱ盛り上がる ね、 盛り上がるね、本当にすごかったよ。なので、うん、ぜひミューズさんのスノーハレーション同様にツイッターの方でもはいはいはいが飛び交うようにお願いします。皆さんぜひぜひ一緒に盛り上げていただければなと思います。はい、ではお聞きください。セイントアカースノーでアウェイクンザパワー。ラブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールド。この時間はセブン&アイホールディングスがお送りしています。セブンイレブンから上質な素材をこだわりの技術で仕上げたセブンプレミアムゴールド。直火で引き立つお肉のうまみ、金のハンバーグ、食べ応え大幅アップの金のビーフシチューも大好評。セブンプレミアムゴールド。ねえねえ、しりとりやらない？うん、いいよ。じゃあ僕からね。三角フラスココココンクリートととんかつツツナな
名古屋。やーやー やばいな。あ、野球。牛。シマウマ。まあ枕。ラ。ラと来たらもちろんラボブレインズ。研究者技術者の知りたいがここにある。研究がもっと楽しくなるウェブサイト、ラボブレインズ。アズワンから。銀シャリの橋本です。僕も銀シャリだと思います。うなぎです。銀シャリのおとぎ話は日本放送のポッドキャストステーションで毎週水曜に配信中。お時間です。はい、番宣終わります。年末年始もますますお得、セブンイレブンアプリ。1月3日までアプリを開いて抽選に参加するとオリジナルスイーツ200円引きクーポンなどお得なクーポンが毎日必ず当たる。お得がザクザク、今すぐダウンロード。詳しくはセブンイレブンアプリまたはホームページをご確認ください。ラブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールド。ラブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールド。ラブライブサンシャイン、アクア黒沢ルビー役の振畑愛です。渡辺陽役、斉藤翔子です。それではここからはスペシャルゲストをお呼びしております、うん、東京公演に続いて来年2023年1月25日から大阪公演の上演が始まります完全新作ミュージカル、スクールアイドルミュージカルから、こちらのお二方がスタジオに遊びに来てくださいました。皆さんこんばんは。スクールアイドルミュージカル椿瑠璃花役の堀内まりなです。北条ゆきね役アンジュリアです。よろしくお願いしますということで来てくださったわけなんですけど、はい、あまあ、もう堀内さんはもう4回目準備ぐらいみたいなすごい感じでいらっしゃってるわけなんですが、ありがとうございます、はい、そしてアンさんは初登場でございます。はじめましてです。お願いしま す。ね、シカもお二人初めましてだもんね。初めまして。こんにちは。こんな感じでやってます。こんな感じでやってますってね。キューバー溢れ出てる。そんなことないですもんね。オブラートに包んでいただいてありがとうございます。もう本当にね、お二人はついこの間東京公演を終えられたばかりでございまして、本当にたくさん感想も来ていたり、まあ、会場にご来場の方もいろんなメッセージ届いております。私もちなみに遊びに行っちゃったりして、うん、ありがとうございます。大感動でございます。それも感想ね、うん、だね。あ、ちなみにやっぱ初登場のアンさん、はいはいはい、あのミューズ、ラブライブとの出会いが小学校6年生だったっていう話が、はい、出てて小学校6年生6年生の時にクラスの子たちが本当にみんなニコちゃんの真似をしていて、スカフェスとかもやっていて、ね、うん、それで気づいたら何がきっかけで出会ったか覚えてないんですけど、スカフェスよくやってたななんて思い出があります。小6で出会うすごね、いろんな世代を終えて、すごい、ね、で 今となってラブライブシリーズでスクールアイドルミュージカルとして立たれてるわけで、不思議なことだよ ね。いや本当に皆さんキラキラ輝いておりました。スクールアイドルミュージカル、はいはい、こちらの感想をぜひ読んでいこうと思います。じゃあ早速いきましょう。はい、お願いします。ラジオネーム888号さんからいただきました。ありがとうございます。スクールアイドルミュージカル東京公演初日に感激しました。とにかく幕開けから襲撃まで最高の時間をありがとうございました。皆さんの素晴らしいダンスと歌声に魅了されながら、これこそザ・ラブライブなスクールアイドルの物語に終始感動しっぱなしでした。すべてのラブライブファン、そしてまだラブライブと出会ってない人たちに届いてほしいですといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて堀内さん読んじゃいましょう。はい、ラジオネームはつきさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。スクールアイドルミュージカルは幕が上がった瞬間から歌とダンスに圧倒され、一気に皆さんが作り上げた世界に夢中になってしまいました。ネタバレになってしまうので深く語れないのですけれど、堀内さん演じるルリカが仲間たちと共に成長する姿、胸が熱くなる青春物語はまさにラブライブでした。ラブライブの世界が目の前でリアルタイムに表現される衝撃をまだ見ていない方にもぜひ体験してほしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてメールの他にもおはがきいただいております。じゃあ、はい、アンさん読みましょう。はい、ラジオネームしみたかさんからです。ありがとうございます。
皆さんこんばんは。こんばんは。スクールアイドルミュージカル12月10日の主演を見てきました。その勢いのままこのお便りを書いています。おー、いいねいいねいいね。これまでのスクールアイドルの世界観を継承したストーリーに引き込まれつつ、お芝居ならではのコミカルな所作やカーテンコールではくすりと笑える場面があったのが印象的です。そして何よりルリカちゃんの理屈ではなく今やりたいからやるという姿勢に心打たれました。この後1月も大阪公演が続きますね。大千秋楽までどうぞ元気に駆け抜けてください。ありがとうございます。ということで東京公演が、うん、ね、もう素晴らしかったですよ、うん、本当に、ね、でもう初日からもう皆さんすごい、うんうんうん、いや大感動で、いやあ、ね、こんな温かいメールもいただいて、うんうんうん、実際どうですか立ってみてお二人。そうですね、でも本当にその初日の幕が開くまでは、うん、やっぱり私たちもこうどう受け取ってもらえるかっていうの、うん、不安も正直あったんですけど、本当に皆さんの感想とか、うん、ツイッターでの言葉とかが本当に嬉しくて、公演を重ねるごとにその当日券で見に来てくださったりとか、千秋楽も平日のお昼だったんですけど、それもたくさんの方が見に来ていただけたことが本当に嬉しくて、すごく充実感がありましたね。素晴らしい座長としてね、素晴らしかったですよ。アンさんもどうですか、ミュージカル。でもやっぱりこの本当に完全新作のミュージカルということで、こう多分ラブライブのファンの皆さんもどんな感じなのかすごい構えてた部分もあったと思うし、私たちもすごい緊張してたんですけど、こうゲネで関係者の皆さんに見ていただいた時にすごくなんだろう、よかったよって、こう初日も頑張ってねっていう言葉をたくさんいただいて、公演を重ねるごとにやっぱりファンの皆さんからのよかったよっていう言葉だったり、本当にこうラブライブのキャストさんたちが見に来てくれてこう残してくださる感想だったり、本当に嬉しくて楽屋で盛り上がってたんですよ。なんとかさんが見に来てくれたら嬉しい嬉しいみたいな盛り上がってたりして、そういう本当たくさんの力を励みに、ね、こう最後まで全員で一人もかけることなく完走できたのが良かったなって。それは結構、はい、本当素晴らしい、ね、この状況の中で皆さんちゃんとケアもされて、もう健康第一で立たれてっていうので、でまあ遊びに行った自分として本当にもう本格的なミュージカル、はいはいはい、もう歌も曲数もたくさん歌ってる中でいっぱいあるんだ。そう、うん、でもセリフと展開となんかもういろんなとこ見るとこたくさんで本当に、あとちょっとこうセットとかもね、はい、たりとかなかなかこうネタバレになっちゃうから、え、気になるなあったりするけど、うん、まあ本当にこうね、また違ったストーリーっていうのもあって、うんうんうん、初めて見るって方もすごく見やすい、入りやすいし、ね、ぜひ大阪公演の方もね、行っていただけたらなって。私今現時点ですごいもううずうずしてるからこれだってまだ見てないよっていう方とか、うん、多分私今同じ気持ちだから多分大阪行くと思うよ行くと思うよ、うん、大阪公演は気になっちゃったもん。だって舞台になってる椿坂菜と、あと滝桜高校が関西舞台なので、その舞台のね、その場所に行って現地でできるっていうことなので、それもすごい私たち自身も楽しみです。うん、美味しいもの食べて、たこ焼き、確かにかっこいいもの食べて欲しい欲しいなと思いますし、いや本当にザ・ラブライブっていうミュージカル本当に良かったと思います。ありがとうございます。ということで皆さんたくさんのメールおはがきありがとうございました。ありがとうございました。ではでは改めてそんなスクールアイドルミュージカルの情報をお願いいたします。うん、はい、ラブライブシリーズ完全新作ミュージカルスクールアイドルミュージカルを2023年1月25日から29日まで梅田芸術劇場メインホールにて上演させていただきます。チケットは現在販売中、詳しくは公式サイトをご覧ください。うん、はい、ということで皆さんお楽しみに。ではでは堀内さん、アンさんから番組を聞きいただいている皆さんにそれぞれメッセージをお願いいたします。じゃあまずは堀内さんから。はい、東京公演をまず無事に終えられて、うん、本当に今心の底から見ていただける方にこう見てもらって後悔はさせないっていう思いが本当にあるので、素晴らしい、ルリカちゃんみたいなこと言うね。そう、ぜひ大阪公演キャスト一同みんなで心を一つに頑張りますので、ぜひ遊びに来てください。
続きましてアンさんお願いします。はい、大阪公演はこう私たちさっきもちょっとお話ししたんですけど、椿咲花や滝桜城学院があるそのもう聖地となるね、うん、関西ということなのでそこに来ていただいて、そして同じ瞬間同じ時間をこうみんなで共有して最高のキラキラ感だったり青春感をお届けできるように全力で頑張りますので、ぜひ会いに来てくださったら嬉しいです。そして個人的になんですけど、この番組に本当に出たかったのですごい熱くなっちゃって、顔赤くなっちゃって、あと嬉しい、あの私アクアさんだとシャロンの皆さんを知らせて、やばい、本当に嬉しくて、なんとちょっとあのこんな最後に お話できなかったんですけど本当嬉しかったです。ありがとうございます。後でハグしような。どないどない。楽屋でもずっとスクフェスやったりとか、あの 毎日本当にもラブライブ愛を本当に感じるぐらい本当に大好きなのが私たちにも伝わってくるぐらいなのでね、嬉しかったね。確かに耳が真っ赤になっちゃって、ちょっと熱くて嬉しいね。嬉しいね、なんかね、愛がある、ね、ラブライブならではね。ありがとう。ということでお二人ともありがとうございました。それでは最後に一曲お聴きいただきたいと思います。では曲紹介をお願いします。はい、スクールアイドルミュージカルテーマソングで未完成ドリーム。会いたかったんだ迷いながらも夢追いかける君とずっと一緒。スクールアイドルミュージカル椿瑠璃子役堀内まりなさん、北条ゆきの役アンジュリアさんでした。ありがとうございました。心が自由な未来泳ぎたかって、誰も止められないんだよ、次の地平線目指せ頑張って、悩んだ今日だってきっと思い出なんだ、やってみたいこと全部諦めないで、楽しいねこれからもっと、君は変わってく、負けないと笑顔でお互いの夢語ったの、君とどこまで行けるのかなんてまだわからない、でもね永遠と言ってみたいな、同じ願い瞳の中に見えちゃったから、飛び出そう気が合うね追いかけよう未完成時、このラジオに興味を持っていただいてありがとうございます。ラブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールド、ラブライブサンシャイン、アクア、クロスRB役の古畑愛です。渡辺陽役、斉藤初夏です。それではここからはラブライブスーパースターリエラのメンバーと一緒にお届けしちゃいたいと思いますよ。それでは自己紹介をお願いします。秋やかね歌にいざよ、はずきれん。ありがとうございます。はずきれん役なぎちゃんこと青山なぎさです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして、なに見てんだめいちゃん、かわいいね。うるせえうるせえうるせえ、でもありがとな。はい、ヨネメメイ役ヨブちゃんことヨブシマアカネです。よろしくお願いします。お願いします。ということでナギちゃんとヨブちゃんお二人来ていただきました。ナギヨブよろしくお願いします。ナギヨブ怖い、私絶対言うだろうなって思ってたんだよね。絶対言うと思ってたんだけど、で、初回言ってもさ、ヨブちゃんとはほぼほぼ初、ほぼほぼ初だね。あー、こんにちは。大丈夫かな。みたいな。そうで、まあ、冒頭でもありましたようにヤブちゃん、そしてめいちゃんのコール&レスポンスが決まったということで、めちゃめちゃいいじゃん。
めちゃめちゃいい、めいちゃんらしい、ちょっとね、いいじゃんこれ、うん、そうそうそう、いいな、これをなんかライブで初めてあの、うん、なんですか、お客さんの前でやったんですけど、うん、なんか急に切れ出したらやばいやつみたいなのが最初慣れなくて切れ毛そうですそうです、見渡しながらうるせえうるせえうるせえ確かに確かに、めっちゃいいじゃん、そんな機会ないってだって気持ちを強く、まあ、このツアーで強く持っていただいて、そうだったんだ、めちゃめちゃいい効率だけどね、なんか今までない感じで、ね、ないない独特ですよね、みんなにとこ受け入れ体制みたいな、うん、なんだかうるさいうるさいいいよね、あ確かに、えなんかね言ってたじゃん、リハーサルの時に私もやりたいよみたいな、やりたい、待ってて、 やるの意味わかんなくない、ま、私は意味わかんないってずっと思ってるんだけど、うん、私何だ、誰としてやればいいの、シカさんとして、シカとしてやってみる、それはただの暴言だよじゃあその空気感をじゃあ味わってみようじゃないかと思いますので、ぜひぜひ、はい、じゃあ行きますか、はい、わかりました、じゃあ、何見てんだから、はい、やります、はい、じゃあ行きます、何見てんだシュカちゃん、かわいいね、うるせえうるせえうるせえ、でも、ありがとうね、ふってなった、やぶちゃん、やぶちゃん、私はもうありがとうございますって優しい世界だね、でもめちゃめちゃ広い会場でこれはやりたい、多分うるせえっていう暴言を吐きたいダメダメ、めいちゃんの効率だから、めいちゃんの効率だからもうという感じでございまして、わちゃわちゃとやっていこうじゃないかと思っております、今やぶちゃんとなぎちゃん来ていただいたということで、先ほどもありましたようにサードライブツアー中ですね、そうだそうなんです、うん、12月の初めに宮城と、愛知と公演がありまして、はい、ね、いや本当にあっという間にいろいろ過ぎて、さあドライブツアーですよ、リエラちゃんも早いね、ね、早すぎますね、もう年内のリエラ単独ライブが終わってしまったので、あ、そっかそっか、そうなんです、もう次は年明けですね、わあ、駆け抜けてるね、走ります、本当にね、そんなさあドライブツアーのメールもたくさんいただいておりますので、じゃあご紹介していこうじゃないかと思いますよ、じゃあなぎちゃんお願いします、はい、ラジオネームつぶらなひとみんさんからいただきました、ありがとうございま す, います、リエラの皆さん、サードライブツアー宮城公演愛知公演配信と現地で参加しました、うん、ありがとうございま す, います、9人の笑顔が眩しくて最高でした、特にやぶちゃんは初ライブでしたが、実際にステージに立ってみていかがでしたか、なぎちゃんも5人から9人になってのライブはやはり感覚なども変わりましたか、さらにツアーが盛り上がることを期待していますといただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、サードライブツアー、うんうんうん、まあ、まだこれもこれもこれからもあるんですけど、うんうん、はい、まあ、リリーベでは初パフォーマンス9人でありました、ヤブ、はいはいはい、ちゃんどうでした、まあ、まずコールダンドレスポンスも初めての経験だったと思うけど、初であってどうでしたか、景色とか、いやもう感動したんですけど、とにかく緊張してしまって、で最初ウィンウィルでなぎちゃんとあの手をつなぐんですけど、つなぐ振り付けがあって、私が緊張しすぎて、あの表情筋がなんかおかしなことになってめっちゃピキピキしてるね表情わかりやすい、口元プルプルプルってなってて、それがだんだん愛知公演になるにつれてなくなっていくんですよちゃんともう自然に笑えるようになってて、ちょっと最後どうなっちゃうのねいつもなんか手をつなぐタイミングで、うん、あ今日は大丈夫でしょうかめいちゃんの緊張度を私がチェックしてます手のつなぎでねいやいいだピキピキピキちょっと見たいけどねそりゃそうだよね、緊張するよ、イベントから急にこんな大きな舞台でっていうので、でもまあそういったね9人でのフォーメーションだったりもあったり、はい、アニメのね世界観でやっていくじゃない、ね、なぎちゃんまたちょっとこう5人じゃないバージョンの9人バージョンのパフォーマンスはどうでした、もう全然違くてやっぱり迫力がもうマシマシで、そのステージの端から端までブワーって広がる時のスピード感がすごくて、一番端っこにいる応援してくださってる皆さんも、あリエラ来たっていうのを一瞬で感じられるんじゃないかなと思いますね、なんか、ね、広がってっていうこともできるようになって、うん、はい、確かに5人から9人って全然違うよね、4人ウェルってね、うん、全然違います、ね、5人でもすごいパワーだったかもしれないけどね、4人増えてよりも多分パワー感増したと思うし、端っこまで使えるしね、そうです ね, みんなで9人で、
いやいいですね。まあ、テレビアニメを終えてだから余計に胸熱なものがたくさんあるんじゃないかなと思いますけども、はい、ということでございました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ続いてやぶちゃん参りましょう。はい、ラジオネームよっちゃそさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。なぎちゃんやぶちゃんは今まさにリエラサードラブライブツアーで全国を回ってる最中ですね。リエラの中でも特に食べ物が大好きなお二人ですが、宮城と愛知で食べたもので美味しかったものを教えてくださいといただきました。知りたい。何食べた？いろいろ食べたよね。すっごい目が輝いてる。目が開きました。食べれた。じゃあ宮城は、宮城のおすすめ、宮城は、なんだっけ、牛あ、どういうこと、どういうこと、それであーになる。何そのあー、え、何独特な会話すぎて、うん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 、何マスクしてるから分からんのよ。何やってたの今。何牛タンを伝えたかった。あ、そうなんです。あ、牛タン、牛の、そこ牛タン、牛タン食べたのね。はい、美味しかったです。おい、じゃないよ。2日間行って2日ともそうやって牛タン食べたり、はい、牛タン食べた、あと宮城ずんだ、うん、あ、ずんだ、ずんだシェイク飲みました。ずんだシェイク、マジマヨ、わかる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 。めっちゃ充実してるじゃんね。いいなー。食べ物もね、でも愛知も行ってるしね。愛知なんだ。愛知は味噌煮込みうどん、あ、そうですね、そう、美味しかったですね。美味しかった、美味しかったね。きしめんもね、いただいたよね。あ、いただいて、麺類をたくさん食べました、うん、みんなすごい、ライブ前にちゃんと食べる、ライブ前、あと、あと私ライブ前に食べました。私も前です、すごい、がっつり食べるタイプ、がっつり、お腹いっぱい食べました。マジ私、それできないから。あ、そうなんですね。ゼリーしか無理とか、あと、アクアだと納豆、卵かけ込むとか、でもまあ人によるけどね、そこはね、いやでもすごい、みんな堂々と、もう駆け込んで、いや食べた方がいいよ。確かにね、でも割とみんな食べてたよね。結構食べてましたね。そのケータリングがお昼、愛知公演はお昼のものが出て夜の新しいのが出たらなくなっちゃうシステムだったので、お昼に食べないと食べれないということが起こりまして、絶対に食べようみたいな感じでみんな撮ってました。いやでもね、せっかくね、いろんなとこ行くからいっぱい食べて、だって北海道あるじゃん。そうなんですよ。楽しみでな。美味しいものをいっぱい食べてほしい。楽しみです。ツアーならではだね。いいね。はい、続いてまいりますか。ラジオネームマイケルさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。シュカシューとヤブちゃんの共通点を見つけました。うん、ある。それはズバリ二人ともギャルであることです。なんですかね。他の2期生の、ヤブちゃんの第一印象はギャルだったそうですよ。はい、うん、フリリンやナギちゃんから見てギャル味を感じたことってありますか。え、このメールは何ですかね。なんか来てたけど、え、ヤブちゃんギャルなの。いや違います。あ、じゃあ違う。え、だって私も違うし別に。いや、めちゃくちゃギャル。え、なんか、え、ヤブちゃんはギャルのイメージ全然ないんだけど。いや、私は清楚系なんで。あれ、ちょっと、いや、待って、何、何、自分で言ってるやつほどギャルだから。言ってるやつほどギャルだから。なんか、ナギちゃんはヤブちゃんのそういったギャルだったり。確かに、第一印象ギャルって、ね。なんか、第一印象はそんなに私思わなかったんですけど、歩き方がちょっと特徴的で。どういうこと？一歩目を踏み出す瞬間がすごいちょっと気だるそうに行くかそういう感じなんですよ。嘘だよ嘘だよ。止まってる瞬間から一歩目、え、これがちょっとなんか歩いてって言ったけどラジオだからなそうだね、そうだね、意味ないのよ。気だる系系ね、気だる系ね。そのめいちゃんとあのれんちゃんで隣に、あの立ち位置的にいることが多くて、そのリハ終わりとかでよしちゃん向こう行こうって時の、よいしょっていう感じが、あれ？これがギャルか。え、じゃあもう空気感がギャルってこと？元ギャル。元ギャル。多分言葉とかではなく、言葉歩きとか、気だるさがあるってこと。そうですね。そういうギャル精神がやっぱ、もう心に多分あるから、出ちゃうんじゃない？ね、いくら黒髪にしてても、無駄だよ。無駄無駄。無駄だよ。頑張ってるんですよ。もう分かっちゃってるんだよ、みんな。
じゃあ、ギャルじゃん。ギャルだね、これは。でも、ギャル、本当のギャルのヒカさんから見てだって、やっぱギャルじゃないですか、やっぱ、ね。やめろ、あ、本当のとか言う本物でしょ、別に、え、うちとか。え、だよね。えじゃない、メイクすんな、メイクすんな。ギャルだよね。ちょー。いやいや、もう、これはもう言わずもがな。ギャルではないのよ、別に。え喋り方じゃない、そう、それがギャル。ないない、全然否定しても。でも確かにすぐなんか、え、あげとか言っちゃうから。わかる、こんな感じのテンション乗り、うん。え、言う？いや、言わないです。おー、いい、なんで一歩引くな一歩引くな私は別のギャルだ、それ。別ギャルな。別の島の方なんじゃない、じゃあちょっと時間があるんですよね、あるのかもしれない、ね、まあ、まあ、ギャルでいいよ、じゃあ共通点だから、せっかく、まあ、今日は初めて、じゃあ、まあ、ギャル同士なんか、よろしく、はい、お願いしますちょっとまだ、ね、私はギャルじゃないぞっていうの、いや本当に私清楚ですからみたいなちょっといいのいいのいいの、もう、ね、もういいの、ギャル、ギャルね、うん、じゃあまあチームギャルとして今日はめっちゃ嫌そうだけど、めっちゃ嫌そうだけど、めっちゃ嫌そうだけど大丈夫、いやいや、うん、いやいや、そんなことはないめっちゃ圧、タレコミが欲しいな、その2期生から言われてる、いや確かに、そうです ね、 ね、第一印象だからね、うんうん、なんかどういったとこにギャル味を感じたか、だし、なんか聞いてるそのリスナーさんとかもヤベちゃんからギャル味を感じるところとかちょっと聞きたいかもしれない、うん、あ確かにそれ知りたいです、ツアーで出たって、そうあるかもしれないから、うん、自然と出ちゃってるやつがあるかもしれないから、気だる気がね、多分2期生が言ってるのは、うん、なんか結構いろんなとこで行ってるんですけど、うん、なんかオーディションを受けた時に髪の毛を染めてたとか、うん、ネイルをしてたとか、うん、多分それでギャルっぽいなって思われる、うん、今は黒髪だけど、今は黒髪なんですけど、うん、昔はの時インナーやってて、インナーだらけ、うんうん、おしゃれじゃん、そうなんです、しかも、ね、赤だったんですよね、ちょうど、あそれが、うんうん、でネイルもなんか赤色だった、どうしたどうした、なぎちゃん、なぎちゃんね、私ですか、じゃあ今全結構違うんだ、あ全然違う、え見たい、その写真ないの、確かに、いつか、いつか見たいな、なぎちゃんも見てない、まだ見てない、その写真じゃあやっぱ2期生が知ってるやぶちゃんの第一印象は確かにそれだとギャルかもしんないね、インナー赤で爪も赤だったら、そうだね、シカさんも今赤ですね、あすごいあれギャルの共通点は赤、赤にしがち、赤にしがちもういいよ、チームギャルとして頑張るもうどっかのタイミングで、はい、何なのこれ、分かんないけど、いいですけど、ということでございました、はい、はい、ということで、ということでもないもないんですけど、うん、皆さんたくさんのメールおはがきありがとうございます、ありがとうございます、それではリエラちゃんのお二人からお知らせをお願いいたします、はい、現在ラブライブスーパースターリエラサードラブライブツアーウィービルを開催中です。2023年も1月7日8日の千葉公演を皮切りに5都市で10公演を開催させていただきます。皆様のご参加お待ちしています。そして1月18日にリエラセカンドライブのブルーレイボックスをリリースさせていただきます。こちらをセブンネットでご購入いただきますと限定特典として A6 アクリルプレートと 2L 版ブロマイド5種セットがついてきます。また3月15日にはセカンドアルバムセカンドスパークルをリリースさせていただきます。こちらをセブンネットでご購入いただきますと限定特典として 2L 版ブロマイドがついてきます。どちらもご予約をお忘れなく。以上、ラブライブスーパースターからのお知らせでした。ありがとうございました。それではここで一曲お届けしちゃいたいなと思います。今回お届けする楽曲は、はい、テレビアニメラブライブスーパースター2期第6話挿入歌リエラでビタミンサマー。
ましたのはリエラでビタミンサマーでした。リエラメンバーにはまた後ほど三校合同コーナーで登場していただきますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ゴールド、どうもサンドウィッチマン伊達です。富澤です。土曜午後1時からのラジオショーサタデー、今週のゲストは U 字工事のお二人。今年の元日にやってきた二人が今年最後の大晦日も登場。1年の始まりと終わりを U 字工事で締めてもらいます。ごめんねごめんね。サンドウィッチマンザラジオショーサタデー、明日午後1時から。箱根彫刻の森美術館では新感覚の現代アートの展覧会、飯川武博デコレータークラブ、同時に起きるもしくは遅れて気づくを好評開催中。ピンクの猫の小林さんを探しに箱根に行きませんか。 SF コメディの機種ヨーロッパ企画、上田誠の最新公演、多分これ銀河鉄道の夜、2023年3月17日から紀ノ国屋サザンシアター。出演は久保田紗友、乃木坂46田村真由、鈴木仁、戸塚純喜、カモメンタルなど。久保田紗友です。来年舞台初主演を務めさせていただくことになりました。個性的で愉快なキャストの皆さんとの SF コメディ、ぜひ劇場にお越しください。舞台多分これ銀河鉄道の夜、詳しくは日本放送イベントホームページへ。日本放送スポーツアナウンスセミナー、来年2月日本放送のスポーツ中継で活躍するアナウンサーが講師となり、発声の基礎から実況のノウハウまであなたを直接指導。3日間の短期集中セミナーであなたの第一歩をサポートします。詳しくは日本放送スポーツアナウンスセミナーで検索。クリーピーナッツのオールナイトニッポンが本になりました。ヒップホップとラジオ、クリーピーナッツのオールナイトニッポン読本、名作トーク戦や我々のインタビューなど盛りだくさん。オールナイトニッポンゼロから現在に至るまでを凝縮した読むラジオです。全国書店で発売中。これを読めばあなたもジェントルヒップホッパー。サブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールド、支えてくれるあなたが好き。午後11時を回りました。ラブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールド、改めましてこんばんは。ラブライブサンシャイン、アクア、クロスRB役の振畑愛です。畑鍋洋役、斉藤初夏です。この時間からは IBC 岩手放送でお聞きの方にもお付き合いいただきます。ではここでメールおはがきをご紹介していきましょう。はい、じゃあヤシカ読んでもらおうかな。はい、読みますよ。ラジオネームフルッチさんからいただきました。ありがとうございます。1月9日の新春ありがとう文化祭では、いろいろな学校のメンバーが揃っているので、 A と B の品物が出てきて、どちらは高級、どちらかは100円の品物みたいなクイズとかやってみてほしいです。誰が一番見極める目を持ってるのか気になります。個人的にアリシャは全問正解しそうなイメージですどんなイメージなの。イメージ、いやイメージ通り、まあ、イメージだね。うん、よくあるよね、この年末年始にかけての特番で、ね。うん、私は多分苦手だな、こういう聞きなんちゃらみたいな。そうとか、多分食べ物系は多分全部美味しいってなっちゃうからってなったら多分高級チーズか100円のとかね、そうそう、そういうのでね、似合ってだな多分ね。結構いろいろあるよね、バイオリンもできたりとか、あるある、まあ、飲み物とか、ね、うん、高級なジュースみたいなのとかね。え、フリいける、フリこれ、どうだろう。なんかいけそうなイメージあるかも私、本当。いや、物によるな、意外といけるんじゃないかな。でも一言言うと、その特番で、ま、うん、あった試し一回もないかも。テレビ見てて あれだってのはなったことない。テレビの前でね、自分でもやってみるからね。でも分かるな、ね、でも面白そうこれ。いいよね、うん、こういうのね、楽しいと思う。いい、ね、もうコーナーもうできたんじゃないこれ。じゃあこれ1個コーナー、ね、わー、でもこう、あ、自信あるジャンル。わー、どうだろう、ね、なんかないのしかないんだけど、自信ないもん絶対。私なんか高級かって、そうだな、うん、で食べ物系は絶対弱いし、うん、基本的に全部すごいと思ってるから。いいことだね本当にいいことだね。確かに聞きなんちゃらって言われると難しいよね。うん、
なんだろう、あと何があるんだろう、まあそうだよね、演奏系だと楽器とかもあるし、オーケストラの本格的な人たちがやった演奏か、吹奏楽部のやってるやつ、高校生がやった演奏かとか、うん、あと盆栽とか絵画、いやもう全部すごいもん絶対いいこと、もう素敵とか言っちゃうもん絶対なんかレプリカとかそういうのだったらわかるんじゃない、そういう、でもさ最近のはすごい細かくやってるよ、うん、あとまあ食品サンプルか、まあ本物の、あこれはいけそう、いけそう、さすがに見たらね、食品サンプルと本物はいけるでしょとか、まあ、いけそう、これはいけそうかもしれない、まじまじと、じゃあやりたいこれもうこれいけるかみたいな、新春のイベントじゃなくなんかアクアの企画でやってもいいかもしれない、面白そうだね、面白そう、これはね、いいね、はい、マリサはきっと正解するでしょう、マリサはまあ正解するんじゃないかなと思います、はい、ちょっと本当にいろいろ催し物考えておりますので、皆さんぜひ現地で会えるのが楽しみにしておりますよ、はい、続いてのメールいけそうかな、はい、ラジオネーム山下さんからいただきました、ありがとうございます。今日のアクア第9回はマリちゃん編、ダイヤちゃんの家に忘れ物をしてきちゃうマリちゃんとか、まさしくあるあるな日常ですね。その後ただ取りに行くのは面白くないと言ってアクアメンバーを車に乗せてクロスアーキに行くのもマリちゃんらしさとアクアらしさが溢れていました。皆さんは何か忘れ物をしたことはありますかといただきました。忘れ物ある？たくさんあるねね、あの今たくさんあるかなと思って聞いちゃったでしょ、うん、なん忘れ物しかないよね、うん、なんていうのかやっぱなんだろうな、忘れちゃうんだよな常、えもう細かい、なんか財布とか、財布とか、うん、なんか前さ小銭入れみたいなさ忘れてなかった、忘れた、なんかねなんか忘れちゃうんだよねそう、なんかフリは確かに忘れ物してるイメージ、うんうん、イメージってイメージっていうかそんなそう頻繁じゃない、そう頻繁じゃないけど、なんかあ忘れたとかあるけど、そうなんかやることとか、これ買わなきゃいけなかったものとかを忘れたり、その今日いるものをやっぱとりあえず忘れちゃうことが多い、だからリマインドとかすごい大事、あそうねそう、うんうん、忘れちゃう、しかでもしっかりしてるから忘れ物とかもない、 なんかメモして待ち受けにできるようにそのアプリがあるのよ、うんうんうん、でそのそれ大事だよね、アプリと一緒にそのなんか今日やることとか全部メモしてあるから、うん、あんまないかもしんない、忘れ物した時は多分本当にボケボケしてる時だと思う、うん、うん、なかなかないかな、でも言うても、ね、うん、まあなんか本当にやばいかもっていう忘れ物はそんなないけど、ないね、うん、うわもうダメだっていう時はそんなないけども、こまごま、まあ、あるかな、まあね、忘れちゃうよね言うても、て、まあ、でもたまに財布とか全然忘れるよ、なんか普通に忘れてやばって思ったけど、うん、最近携帯でさピッてできるから、あ電子マネー本当にありがたい、うん、確かにね、では引き続きメールとおはがきお待ちしております。メールアドレスは ls@allnightnippon.com、 アルファベットの ls@allnightnippon.com まで。おはがきの宛先は郵便番号 100-8439、 日本放送ラブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールドまで。そしてハッシュタグラブライブ ANN をつけて番組の感想やメッセージをつぶやいて、ぜひツイッターの方でも番組一緒に盛り上げていただけたら嬉しいですよ。ではここからはラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会のメンバーに登場していただきますよ。皆さんこんばんは、上原優役アグポンこと大西あぐりです、よろしくお願いします。お願いします。皆さんこんばんは、こないかなと役あかりんこと木戸あかりです、よろしくお願いします。お願いします。ということで虹ちゃんたちが来てくださいまして、うん、なんかなんやかんやアグポンは結構合ってるイメージがあったんだけど、はい、番組的には9ヶ月ぶり、え、うん、久しぶりだ、意外です、自分でも、うん、ねフェスとかでご一緒したから、そう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 、ね、紀藤ちゃんは2021年の6月以来ということで1年半ぶり、おお、何言ってましたか、でもめでたいめでたい、確かにこの暮れに ねいい最後の会に来ていただいてっていうので、うんうん、じゃあ交えてわちゃわちゃと楽しいトークできればなと思っております、よろしくお願いします。はい、お願いします。では早速ではあるんですが、皆さんから届いたメールおはがきをご紹介していきましょう。はい、はい、じゃあグポお願いします。はい、ラジオネームソネップさんからです、ありがとうございます。11月の生放送で二
二次学の新プロジェクトあなたとときめきストーリーズが発表されましたね、うん、来週から放送がスタートするニジオンアニメーション新作 OVA の制作と劇場での上映ファンミツアーの開催と早くも2023年上半期の予定が楽しみで埋め尽くされて最高でしたとのことです。ありがとうございます。新プロジェクトすごい盛りだくさん、あなたとときめきストーリーズ、あなたとときめきストーリーズ、こだわりの発音、こだわりの発音本当に合ってます。これ、ね、ちゃんと言っとかないと、はい、皆さんね間違えたと思われちゃう。レガレとときめきストーリーズと一緒の、あ、まあ、合わせてるのか、合わせてる、はい、じゃあ公式です、ね、公式です。読みがそうだそうで、はいはい、はい、そうですね。あと OVA とファンミツアーと本当に来年の予定がすごい、嬉しいです。すごいね、うん、ね、え、ツアーってことは各地いろいろファンミは、そうなんですよ、うん、あのメンバーバラバラではあるんですけど、いろんな広島、わ、福岡、いい、うん、大阪、うん、そして東京と愛知と北海道、はいはい、はい、めっちゃいいね、行きます。わ、6カ所、うん、6カ所ですね。4月からスタートってことで、うんうん、なんかにじゃんたちは結構関東圏の方にイベントだったりライブがあったから、そうだ、ね、こうして自分たちで出向くみたいなツアーは、うん、ね、うん、皆さん的にも嬉しいんじゃないかなと。嬉しい、楽しみ。やっぱ現地の人に会えるとね、ね、全然雰囲気も違うと思うので、うん、めちゃめちゃ楽しみです、うん、いいね。ご当地の美味しいものも食べたり、食べたい、ね、食べたい。ファンミなら観光とかもできたら本当はいいけど、できちゃうんじゃない。確かに、ね、行きたいです、めちゃめちゃ。アグポの目がキラキラしてる。でも私あの行く場所というかが、あの東京と愛知なんですけど、うん、愛知はあの地元なので、うん、観光というか、まあ、ね、帰省、はい、いやでもね地元だからです、ね、もう、はい、最高、はい、最高、自己愛精神で、はい、自己愛精神、はい、ありがとうございます。いやで本当にいろいろもうアニメが始まったりとか、うん、ね、あと、うん、OVA が結構衝撃的だった、すごい、そうなんです、うん、やっぱ新作がこう劇場で上映っていうのが、めちゃめちゃ楽しみですし、私たちも皆さんの反応もすごい、うん、あの、ね、大きくて、うん、めちゃ嬉しかったですね、うん、まあ、だって来年の夏公開、そうですね、うん、予定ではそうなっています。ワクワクだ、ね、ワクワクです。上半期でもだいぶスケジュールギュッといろいろあるわけで、ね、にじちゃんを追ってる方たちは大変忙しそうな、ね、でもいいね、楽しみがいっぱいで、ね、もうありがたい限りです。でもこうお知らせ事をたくさんこうなんだろう、初めて聞いた時はどうでした、お二人とも。いやもう嬉しいよね、うん、やっぱニジオンアニメーションとかも来週くらい、うん、そうだね、そっか、放送がスタートするんですけど、うん、やっぱずっと続けてきたニジオンっていう、うん、あの虹ヶ崎の日常を描いてる4コマ漫画があったんですけど、それがまさか動くなんて想像してなかったので、で結構ニジオンから生まれたこのなんか虹ヶ崎の伝統的な、うん、行事じゃないけど、エンジンとかも、うん、あの本番前にやるんですけど、うん、虹ヶ崎ってやる時のあれとかもやっぱ虹4からこう、うん、派生してキャストもやってたりするので、うんうん、またこの虹4からもアニメーションからも何か生まれるんじゃないかなっていうのがすごい楽しみです。うん、え、キトちゃんもどうですか。そうですね、私も OVA はやっぱ嬉しかったですね。こう、まあ多分みんなあんまりこう予想してなかったことだと思うんで、それをこう発表してみんなにびっくりしてもらって喜んでもらえたっていうのは嬉しかったですし、劇場でねみんなの声が聞けるっていう、大きいスクリーンで見れるっていうのがちょっと楽しみだなって思いますね。確かに新しい試みだよね。そうだね、劇場で OVA、うん、そうなんだ、どんなストーリーかとか、うん、気になる、うん、全然ね、キービジュアルなんか全然ね、どんな感じになるのか、え、もう知ってる知ってる、内容内容知ってる、あのキービジュアルは、うん、あのあゆむちゃんがドーンといて、気になる、ただいま、ね、ただいまとは言ってるんですけど、うわー謎、気になるよ。なので答え合わせをしに皆さんぜひ夏劇場に足を運んでいただけたらと思います、ね、はい、よろしくお願いします。続いてまいりますか。はい、ラジオネームコープスさんからいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます。
いよいよ1月からスタートするショートアニメ、ニジオンアニメーションの番宣 PV が YouTube にて公開されていますね、うんうん、いろんなシーンが詰め込まれていて放送されるのがとても楽しみです。また主題歌のワチゴナドゥも流れていて、早口のような曲がすごく癖になります、うん、はい、ありがとうございます。ワチゴナドゥね、ワチゴナドゥ、最初さ、うん、あの事務所からこう明日の仕事のこう、うん、リマインドじゃないけど、うんうん、明日の仕事はワチゴナドゥの収録ですみたいな、うんうん、ワチゴナドゥみたいな理解がちょっとはてなはてなみたいな、うん、確かに聞いたことない言葉だったな、ね、ワチゴナドゥひらがなでね、かわいいなって、うんうん、かわいい、うん、でも歌詞もすごい、歌詞だけ最初見た時、うん、またはてなはてなはてな、すごいわちゃわちゃしてる曲で、すごい楽しかったね、うん、収録も、うん、なんか曲自体もなんか私こう昔から結構アニメ見るの好きなんですけど、うん、なんかその懐かしい感じもちょっとあるなっていうか、うこう古のアニメファンがすごくちょっと電波ソングっぽいもんね、とか、うん、りやすく、あとこういうなんか4コマ漫画ならではのこのわちゃわちゃ感とかのこのなんかソングにふさわしい楽曲になってるなって思いました。結構あの見応えあるなって思って、うん、PV だけでも、うんうんね、展開がされていって、うんまあ、日常の4コマの話だと思うけど、うんはい、で気になったのがあれきっとゆうちゃんの声が入ってるんですね。ついについに今回は実はこうゆうちゃんも歌わせていただいてるんですけど、あの今回この日曜アニメーションはこう虹学 の、うんうん、あのみんなの日常を切り抜いたお話なので、虹学の生徒としてゆうちゃんも今回は歌わせてもらいます。だって初めてゆうちゃんが口を開いて歌うみたいな、楽しみだね。どこら辺歌ってんだろうね、気になるよ、気になるね、まだちゃんと聞けてないのか、ね、はい、楽しみですね、楽しみ、と思います、うん、ということでした。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ということで皆さんたくさんのメールおはがきありがとうございます。ありがとうございます。それではお二人からお知らせをお願いいたします。はい、まずは放送情報です。2023年1月よりニジオンアニメーションが放送予定です。東京 MX では1月6日より毎週金曜21時54分から、 BS11 では1月10日より毎週火曜21時54分から放送予定です。さらに主題歌シングルワチゴナドゥも2023年2月1日にリリースさせていただきます。こちらをセブンネットでご購入いただくと限定特典として L 版ブロマイドがついてきます。リピート放送や配信も予定していますので、詳細は公式ホームページをご確認ください。そして私たち虹学の新作エピソード OVA の制作が決定しました。2023年夏に劇場公開予定ですので、こちらもお楽しみに。以上、ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会からのお知らせでした。ありがとうございます。それではここで1曲お届けしたいと思います。お届けする楽曲は、はい、テレビアニメ虹音アニメーション主題歌、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会でワチゴナドゥです。はい、うん、はい、ショートアニメーションの虹色アニメーションの主題歌、うん、はい、はい、はい、で先ほどもメールでチラッと言っていた、うん、ゆうちゃんが初めて歌った楽曲でもあるっていうので、うんうん、本当にわちゃわちゃっとした、うん、ね、オタク心をくすぐる楽曲になってますね、うん、はい、それでは改めて曲紹介をお願いいたします。はい、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会でワチゴナドゥ。今しかできない、ない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 ことがあるんだ。大体大切大好きな仲間たち、一瞬一瞬ときめく、一生一生フォーエバー、知恵熱フィーバー、おっとっとっと。 I love you, I need you, チューピチューピチュー、意味がないことだって意味がある、つまり手品で、手に抜けろ位置について、
ラブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールド。この時間はセブン&アイホールディングスがお送りしています。セブンイレブンから上質な素材をこだわりの技術で仕上げたセブンプレミアムゴールド。直火で引き立つお肉のうまみ、金のハンバーグ、食べ応え大幅アップの金のビーフシチューも大好評。セブンプレミアムゴールド。はい、せーの、はい、オールナイトニッポン、はい、田所あずさと天使向かいのどうせ我々なんてポッドキャストで配信中。息ぴったりでしたね。そうですね、年末年始もますますお得、セブンイレブンアプリ。1月3日までアプリを開いて抽選に参加するとオリジナルスイーツ200円引きクーポンなどお得なクーポンが毎日必ず当たる。お得がザクザク、今すぐダウンロード。詳しくはセブンイレブンアプリまたはホームページをご確認ください。三四郎のオールナイトニッポン年越し初笑いスペシャル2022から2023、毎年恒例の大型お笑い特番、今年もやります。今回は驚異の5時間30分去年より20分伸びています。前の日にレギュラー放送もあるのに5時間30分放送は明日大晦日夜11時30分から。ラブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールド、2022年最後のお祭り始まるよ。セブンイレブンから上質な素材をこだわりの技術で仕上げたセブンプレミアムゴールド。直火で引き立つお肉のうまみ、金のハンバーグ、食べ応え大幅アップの金のビーフシチューも大好評。セブンプレミアムゴールド。今混沌とする世界でひたむきに研究を続けるあなたへ、みんなに夢を届け続けるあなたへ、理化学機器看護医療分野の総合商社として思いを込めた製品が私たちからのエールです。すべての頑張る人たちへ、アズワン。ルーブルには愛がある。ルーブル美術館のコレクションからえりすぐられた74点の名画を通じて西洋絵画における愛のさまざまな表現を体感できるルーブル美術館展愛を描く、3月1日から六本木国立新美術館で開催。詳しくはルーブル展で検索。年末年始もますますお得、セブンイレブンアプリ。1月3日までアプリを開いて抽選に参加するとオリジナルスイーツ200円引きクーポンなどお得なクーポンが毎日必ず当たる。お得がザクザク、今すぐダウンロード。詳しくはセブンイレブンアプリまたはホームページをご確認ください。ラブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールド。聞いてくれてありがとうな。ラブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールド、ラブライブサンシャイン、アクア、クロスRB役の振畑愛です。渡辺陽役、斉藤朱夏です。ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、上原由美役、大西あぐりです。粉谷かなた役、紀藤あかりです。それではここからはアクア、にじいちゃん、リエラちゃんの3校合同コーナーをお届けします、うん、ということで改めてリエラちゃんのお二人にもご参加していただきますよ。はい、ラブライブスーパースターリエラ、葉月蓮役の青山渚です。ヨネメメン役、矢部島あかねです。それではここからはこちらのコーナーに参りましょう、うん、年末特別企画、みんなで振り返る2022年も残りわずか、まあなんといっても12月30日ですから、はい、本当にもう残すところなんですけど、はい、今回のテーマ、テーマごとにそれぞれの学校の2022年を振り返っていこうじゃないかと思っております。はい、じゃあまず最初のテーマはこちら、アクア、虹ヶ崎、リエラ、それぞれ2022年を漢字一文字で表すなら、という感じでございまして、まあ、王道な年末年始にある感じでございます、はい、ね、まあ、皆さんそれぞれ書いていただいてると思うんですけども、まあ本当にアクア、にじちゃん、リエラちゃん別紙にあるんですけど、いろんな活動をね2022年目まぐるしい活動をして、文字が多いですね。面白いですね、もうなんじゃこりゃって感じなんです。アクアもアクアで、まあ
みんなそれぞれにライブ付けだったんじゃないかなとも思ってるんですが、じゃあまず最初はアクアから漢字発表していこうじゃないかと思います、はい、それではまず主歌、はい、お願いいたします。はい、アクアの2022年を漢字一文字で表すと好きという字の好むっていう字です。はい、ね、まあ、アクア的にはこの中で、まあ、ライブを通してかな、まあ、好きを伝えていこうっていうのが結構テーマであったので、うん、今回この中皆さんにたくさんの好きを届けられたんじゃないかなと思ってこの文字にしました。ツアーの最後は好き for you、 dream for you っていう楽曲を披露して、そうそうそう、あーっていう好きという楽曲ですね、うん、ですね、うん、いや、そんな中私アクアから私もあります。はい、はい、アクアを2022年漢字一文字で表すなら幻の弦。おお、漢字の書き方もちょっと言っちゃったけど、俺伝わるかなって筆っぽく書いてみたけど、すいません、ちょっとおどろおどろしい感じなんですが、なんでなんで。いや、まあ幻、まあ、うんうん、まずこう現実のヨハネっていう、まあ、シリーズアニメの制作が決定したよっていうお知らせをさせてもらったり、うんうん、あとは幻の東京ドーム2回目に出させてもらったりっていうので、結構本当にいろんなことが、奇跡的なことがいろいろ起きた2022年だったかなっていうので、この漢字にさせていただきました。いいですね。じゃあそんな感じで、じゃあにじちゃんも参りますか。じゃあアグッポン参りましょう。はい、はい、では私が、私の2022年はじゃん、走るの走です。はい、なんか虹ヶ崎の活動、今まではこうゆっくり歩んできたなっていう印象だったんですけど、なんか今年は走っちゃった ね、 いや、目まぐるしかったね。あゆもちゃんじゃなくて走るちゃんになっちゃった。橋本ちゃん、橋本ちゃん、橋原橋本ですって感じでした。一歩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 一層一層頑張ってきました。はい、いい感じですね、うんうん、じゃあ続きまして、キトちゃん参りましょう。はい、私は踊るの踊確かに本読み分かんなかった。ブヨとか言うね、あれ、ブヨのヨーヨー踊るっていうです。なんかやっぱ今年は、まあ、やっぱライブがたくさんあったから、たくさん踊ったなっていう印象があったのと、ね、あとはなんかちょっとこう趣向を変えて、こう部活動のお手伝いで、普段とはちょっと違う曲を歌わせてもらうみたいな、うんうん、カナタだったらいつも割とゆっくりな曲なんですけど、ね、おねねソングだけど、ね、そう、部活動のお手伝いでこうくのいちをテーマにしたちょっと激しめの曲を踊らせてもらったり、うんうん、なんかいつもより踊ったなってめっちゃかっこよかった。シンプルにそう印象だったので、うん、なるほどでございます、うん、じゃあ続きまして、じゃあリーラちゃんいきますか。じゃあナギちゃん参りましょう。はい、なんとアグポンさんと一緒です。おー、走るのそうです。おーイエーイ、よそろいですね。そうですね、あのリーラはあのカウントダウンライブから年明け始まりまして、とにかくライブをやり、 そしてアニメも始まり、まず2期生の加入があって、でもどん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 新しいことが始まった1年だったなと思っていて、止まることなく駆け抜けた1年という意味で走るにしてみました。ラブライブだね、本当ね。いいですね。はい、じゃ続きまして、じゃあやぶちゃん参りましょう。はい、私は時、時間の字ですね。あのファンミーティングツアーが6月だったんですけど、よくよく考えたらまだもう半年っていう気持ちと、まだ半年しか経ってないんだっていう気持ちで、なんかあっという間に、あ、もうすぐファンミーティングツアーだ、どうしようって言ってたのに、気がついたらもうサードライブツアーを回らせていただいてるっていうことで、あっという間だなっていう。いや、マジでラブライブあるあるだと思う。本当にあっという間なんだよね。本当にあっという間ですね。そうそうそう、すごいわかる、はい、みんなの感じ集めたらもうラブライブってなんか踊って走ってギューみたいな。そうなるよね。みんなそれぞれに本当に活動がすごかった年でしたね、2022年はね、はい、ということでございまして、ではこの後お知らせを挟みまして、違うテーマでも2022年を振り返っていきたいと思います。
どっかちょっと寂しさが奥に見える、でもうあの飛び蹴りをする金ちゃん、俺はかっこいいと思うんですよ。あ、今2本入ったね。いやもう入れるぞ。あ、ちょっと待って、俺靴は脱がさ。金ちゃんとオードリー若林の明けまして金若60分、放送は1月1日日曜日朝9時から。ラブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールド、この時間はセブン&アイホールディングスがお送りしています。セブンイレブンから上質な素材をこだわりの技術で仕上げたセブンプレミアムゴールド、直火で引き立つお肉のうまみ、金のハンバーグ、食べ応え大幅アップの金のビーフシチューも大好評。セブンプレミアムゴールド。お聞きの日本放送、関東1都6県にお住まいの方はラジコを使ってパソコン、スマホでクリアに聞けます。まずは日本放送のホームページにアクセス。日本放送主催新春お笑いライブ2023 in 東京ソラマチ、1月1日2日3日東京ソラマチスペース634で開催。ティモンディ、東京ホテイソン、ランジャタイなど人気芸人が大集合。詳しくはグレープカンパニーのホームページをご覧ください。春の高校バレー第75回全日本バレーボール高等学校選手権大会、全国の予選を勝ち抜いた104校が日本一を目指して熱戦を繰り広げる。来年1月4日から開催。詳しくは春高バレー公式ホームページをチェック。年末年始もますますお得、セブンイレブンアプリ。1月3日までアプリを開いて抽選に参加するとオリジナルスイーツ200円引きクーポンなどお得なクーポンが毎日必ず当たる。お得がザクザク、今すぐダウンロード。詳しくはセブンイレブンアプリまたはホームページをご確認ください。ラブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールド。お眠の時間だけど今日はシャッキリさんだよ。ラブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールド、ラブライブサンシャイン、アクア、黒沢ルビー役の振畑愛です。渡辺優役、斉藤初夏です。ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、上原由美役の大西あぐりです。小野彩香奈役、紀藤あかりです。ラブライブスーパースターリエラ、葉月蓮役、青山渚です。米目芽衣役、藪島あかねです。はい、ということで先ほどは漢字一字をそれぞれ発表させていただきました、はいはいはい、では続きましてのコーナーに、続きましてのテーマに行きたいと思います。い、はい、続いてのテーマはこちら。2022年、特に印象に残った活動。うーん、いっぱいあるけどね。迷う、まあ、とにかくライブしたりアニメがスタートしたりっていう年でしたけども、ね、まあ、こちらの印象残った活動をそれぞれ発表していこうと思います、はい、みんなもうそれぞれ書きましたかね。書いてる、はい、じゃあ書いてない、書いてない、書きましょう。そうね、ここまで書くとか言われてなかったから、ね、そうだね、まず漢字だったからね。書きました。あ、早い早い早い書きました。お、すごい、お、早い早い、整いました。早い、今整いました。2022年総括、一瞬残った活動でございます。はい、じゃあアクアからでしか参りましょう。はい、まあアクアとしてはやっぱこれでしょう、東京ドームです。はい、まあね、やっぱ2回目の東京ドームっていう、うん、ものすごいプレッシャーを抱えながらの、うん、やっぱ東京ドームってすごい特別な場所だから、うん、2018年からまあいろいろとドームツアーとかもあったんだけど、うん、そこからもう無理かなって無理かなって思ってたけど、追加公演でまず東京ドームを追加されさせてもらったっていうのもあるし、なんか2回立たせてもらえたっていうのはすごくありがたいかなってすごい思うよね、うんうん、なんかこうシカが珍しく泣いて MC で、あ、言っちゃダメ、え、あ、ダメ、言っちゃダメだ、ダメだよ、いいかなと思って、ダメダメ、カットでカットでいやいや、珍しく、そう、こんな感じだけど、珍しく泣いて緊張したっていうのを、緊張したステージで言ってたの。緊張するんだ。緊張するんだ。え、違う、なんか前アットにも言われたんだよね。なんかするイメージなくて、うん、やっぱ筋肉を見せてくれてる印象でライブの時は血尿さね、血尿さ、みんな見てって力こぼをしてる印象だったので、いや結構多分アクアイチ私めっちゃ緊張しいだと思う、震えてるもん、めちゃめちゃ緊張する、そうだよね、まあ、
誰よりも練習もするし、誰よりもすごくプレッシャーを抱えながらステージ立ってるけど、結構露骨に東京ドーム2回目の時はすごい緊張してるなって言ってたね。なんか2回目っていうのがでかかったかもね。なかなかないことだからね。こうアクアもこうソロ曲っていうのが増えてって、で一人で東京ドームのステージをやるっていうのも一つちょっと ね違ったかもしれない、ね、なかなかできない経験だからね。ありがてえなって思ってるよ本当に、ね。ちなみにみんな、あ、そうね、まあ緊張するしない問題あるけど、うんうんうん、どうですか。なんかにじちゃん、でもアクポンとキトウちゃんってあんま緊張してるイメージ。わかる、めっちゃ緊張します。え、淡々となんかしてそうな、うん、だからカミカミなんですいつも。そんなことないよ、そんなことわかってる。あ、なんか出たら緊張しないんですけど、うん、逆にあかりんは出る前は全然平気そうだけど、うん、出た瞬間に緊張するって言ってて、真逆の緊張タイプ、うん、逆になんかもうお客さんに会っちゃえば、うんうん、ヤッホーみたいな感じの気持ちになって緊張しないんですけど、うん、やっぱ出る前は不安でいっぱいですよ、まあ、逆にね、そっちの方が後者のキトちゃんは逆にステージ立つと、うん、やばいですよね、うん、全然緊張してなくて、だから本当に出る直前まで本当にステージ立つって思ってないんだと思います、うん、なんかみんなこう背中の叩き合いとかして私のところにこう並んでくれるんですよ、うんうんうん、でバンバンってやってて、あかりんはあ、じゃあやってもらおうかなぐらいたまにしか参加しない、たまにしか参加し痛そうだからあ、もう痛いぐらいみんな羽生えちゃう背中叩く儀式は毎度やってるの？あ、やってますね、うん、ちょっと割とみんなやってるね。ちょっと腱鞘炎になりそうなぐらい、ね、すごいすごい強いじゃん、本当に強いんだね。でも心臓が口からポッて出る感じぐらいやんないと緊張取れなくないですか、うん、背中に跡ついちゃうなんですか。あ、多分つけてる、ね、でもたまにしか参加しないキトちゃんヒロちゃんたちは叩き合わない、叩き合わないですね確かにこう気合い入れみたいなのって、リーラちゃんすっきりするよ。あ、緊張しないのかな。あ、どう二人は緊張って。いや、私は表情筋がピキピキしてる緊張しなのでなんかリエラは背中叩くよりもなんか手を握ってにぎにぎしてます。かわいい、ちょっとなんかやだこっちこっちちょっとやだ、いいいい叩き合ってもやだ、ちゃんと各々絡んでるから。僕は一人一人で体自分で叩いてるから、そいつ個人戦だからね。だから可愛いなっていう。可愛い。はい、こんな感じでございました。はいはいはい、でそんなアクア、私も行きたいと思います。うん、どうぞ。はい、2022年振り返りこちらです。コットンキャンディー AAO。そうだ。ですね。ちょっとご存知の方いらっしゃるでしょうか。コットンキャンディー。クロスアルビンのソロ楽曲で、うん、で、まあ、シックスライブツアーのサニーステージっていう埼玉のベルナドームで初披露した楽曲で、うん、で、もう私も温めてた楽曲だし、うん、皆さんもすごい、うわーってテンションが高かった楽曲で、うん、で、もうステージパフォーマンス終わって、初めて鼻血が出たの。マジ、そう、マジで。あの一緒に写真撮った話もうそうなの、すごかったよ、ね、あまりにもテンション上がっちゃって、ね、なんかまあフリのそのテンションの上がり具合もそうだけど、多分見てくれてる人も、うん、うわーみたいな、もう声が出ちゃうぐらい来たっていうのもあるし、もうまずあれをフリが頑張ってやってるっていうことに対してもう拍手やったでそしたら鼻血出して帰ってきた、そうびっくりしちゃった、すごかったよね、うん、なんかずっと序盤のなんかティンパニー叩くパフォーマンスがあるんだけど、そこでずっと鼻なんかズビズビしてるなって思っててで帰ってきて鼻もうなんだろうって拭いたらチンチンみたいな、それくらい ね、うん、本当にこう温めたしね、そうそう、エクスタシーみたいな感じでそう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 、めちゃめちゃ良かったよね。でもあれはコーラさんは出なかったです、アリさん大丈夫だったアリさんも真顔でキレッキレでやってくれたから、ね、綺麗な人がふざけるとやっぱ面白いんで、めちゃめちゃ面白かったねお姉ちゃんありがとうって感謝の気持ちを込めてはい、そんな感じでございました、はい、じゃあそんな中にじちゃんも参りますか。じゃあグッポン、はい、もうどれも本当に印象に残ってたので、うんうん、一番直近の話なんですけど、
あのブシロード15周年記念ライブインベルーナドームです。一緒に立ったね。あ、はい、あの2時からは私と前田と小泉が出たんですけど、うん、いいね、用意して、はい、が出たんですけど、あの声出しのライブだったじゃないですか。そうか、やっぱり久しぶりにその皆さんのこう声援を浴びて、あのエクスタシーって感じになりました。強かったしね、にじちゃんたちね。いや本当にもうどれもこれも楽しい楽曲を披露させていただいて、またこういう世の中に復活したらいいなっていう気持ちがより強くなりました。めっちゃ楽しかったです。なんかすごいパフォーマンス見てましたけど、なんか弾けたにじちゃんって。そうです、すごかったね、曲がね、曲がちょっと やから感というか、ね、強で衣装も、そうそうそう、はい、学ランを着させていただいて、ね、いいいいいい、でも、はい、ね、3人だけでもやっぱすごいパフォーマンス、うん、わーって思って、でも私はこう裏でアクアさんのやつを見させていただいたんですけど、うん、やっぱりもう3人だけでもすごいパワフルだし、うん、やっぱ誰でもいるものな感じがする。でもなんかグループとしての一体感、うん、やっぱでもあった、はい、ありました。よかった、よかったわ。スマホで撮影って本当に実際されたの。でもなんかどうだったっけ、あんまうまくいかなかったんだよね。あ、ちょっとね、あれどんな風になってるんだろうって、ね、実際撮ってたの、撮ってる撮ってる、すごい楽しかったよね。でもまあ、うん、初披露だったしね。そう、でも本当に楽しませてもらいました。こちらこそでございます。はい、じゃ続きましてキトーちゃん参りましょう。はい、もうなんか本当いろいろなことがありすぎてちょっと記憶がおぼろげなんですけど、うん、ね、おぼろげな中ふわっと出てきた単語が大阪。あおおだよ、ね、あ、いたよね。記憶がおぼろげすぎて、うん、でもいたいたいた。そう、大阪に行ってライブをするっていうのが、うんうん、なんかしかもスケジュールも結構怒涛で、うんうん、もう夜仕事終わって新幹線乗って夜中一人でリハして次の日また朝みんなで集まってみたいな。あかりん激ヤバで、激ヤバだね。激ヤバで、朝そのみんな楽屋にこう集合した時に、うん、マットで倒れてらっしゃるかって言って、で私の自分のダウンをかけて、そうかけてすごい昭和アイドルみたいなスケジュール。新幹線で、新幹線で駆けつけて、みんながリハ終わった後にソロのリハして、次の日の朝早朝にみんなで ね集まって全員曲やってみたいな。そう、でもやっぱこう大阪まで出向いていくと、こうなんだろう、大阪の人たちとも結構来てくれたっていうのですごい喜んでくれてるのがね、なんかすごい嬉しくて、いつも東京まで来てくれてる人たちがなんか近く来てくれてありがとうみたいな感じでいてくれるのがすごい嬉しくて、また各地いろいろ行きたいなって思いましたね。あとこのラジオの楽曲で言うとミラクルステイ中もこう披露させてもらったんですけど、途中のセリフも関西弁にさせてもらって、大阪バージョンでね、やっぱそのご当地ならではのこともできてすごい良かった、楽しかった思いました。ホースライブ2月にあってっていうので、にじちゃんたちもすごいよね。そうです、走ってるよ本当に、いろいろあってっていうので、はい、ね、で踊ってっていう感じですね。はい、じゃ続きまして、じゃリエラちゃん、ナギちゃん参りましょう。はい、はい、私はこちらフェスでございます。これ特に何個かフェス出演させていただいたんですけども、サマーソニックのフェスがすごい記憶に残ってて、完全アウェーなところにリエラが突っ込んでたので、すごい緊張したなっていう思い出と、サマソニの前日にリハーサルした時に2期生が1期生の5人に差し入れをくれたんですよ。それでスポーツドリンクとかゼリーとかお菓子とか、あと手紙もつけてくれて、それにすごい本当に嬉しくて、もう絶対頑張ろうと思って気合が入ったなっていうのを思い出しました。いい絆のお話、本当にその時は1期生だけだったので出演したのが、絶対2期生一緒になっても大丈夫だって思いましたね。素敵エピソード。なんか前日にそれをみんなで買いに行ったんですけど、差し入れを、その時になんか、あ、じゃあね、私たちちょっとスーパー寄って帰るから、あったそれか。あ、なんか、みんなで歩いてて、で急に基本的になんか
急になんか2期生だけ、うん、あごめんみんなでスーパー行くからなんかちょっとこうあれみたいな、そんなにお腹空いたんかなでも結構あからさまだけど気づかなかったなみんなでお腹空いたねって話をちょうどしてた時でちょっと買い物行くみたいな感じで、あ行ってらっしゃいってバイバイしたら、うん、まさかの繋がしたんだねほっこりエピソード嬉しかったです ね、 でも本当にいろんなフェス羨ましかったもん、ね、いろんなフェスでね、ありがたいです、ね、いろんなところでラブライブシリーズを広げていってくれて嬉しいななんて思いました、はい、で続きましてそんな差し入れを、ね、くださったやぶちゃん参りましょう、はい、私はやっぱりファンミですね。ああそうですね、うんうんうん、なんか生放送はその前にやらせていただいて、うんうん、なんかそこで初めて2期生が動いて喋ってるっていうのが、うん、初めて強烈な、そうなんですね。それで何ですかね、その人前に立つっていう意味ではファンミーティングが初めてだったので、うん、もう不安とドキドキとっていうので、うん、あとそのペンライトの色をなんかそこで初めて自分たちのメンバーから、はい、そうなんです、それにすごく感動したっていう、うん、なんか私はなんかライブを見ていた側だったので今まで、うん、それが自分に向けられてるっていうのが信じられなくて、うん、すごくなんかその時のことはやっぱ鮮明に覚えてますね、ね、なんかまさかの2期生がっていうので本当にざわざわした中での初めて登壇はいろんな意味で緊張と不安があったと思うけど、うん、みんな心よく温かく迎えてくれたっていうので、うん、いいね、ありがとうございます。もう本当に2022年それぞれいろんなことがあり、いろんな思いがあったなっていう感じですかね、うん、素晴らしい。ということで皆さんありがとうございました。以上みんなで振り返る2022年でした。それではここでラブライブシリーズからのお知らせでございます。まずは改めてイベント情報のおさらいです。ラブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールド新春ありがとう文化祭を来年2023年1月9日にパシフィコ横浜国立大ホールで開催させていただきます。現在チケットが一般発売中です。いろんなコーナーをご用意しておりますので、ぜひ皆さん現地にて遊びに来ていただけたら嬉しいですよ。そしてイベントグッズの会場受け取り事前予約も受付中ですので、グッズの方もぜひチェックしてください。さらにさらにこちらのイベントではメールを募集しております。出演者のメッセージ質問などどしどし送ってきてくださいね。宛先はいつもの番組メールアドレス ls@allnightnippon.com かイベント特設ページにあるイベント用メールフォームからお送りください。メールアドレスで送っていただく場合は昼公演、夜公演、もしくは両公演のいずれかに参加するかと、会場で参加もしくは配信放送で参加など参加方法の記入をお願いします。締め切りはイベント開催の3日前の1月6日いっぱいまでです。ルビーちゃん素敵な情報がいっぱいだったね。その他の詳しい情報を知りたい人はどこをチェックすればいいの？みんなもうわかってるよね。みんなも一緒にハッシュタグラブライブ ANN をつけてつぶやいてね。それではいきますよ。その他の詳しい情報はラブライブ公式サイトをチェックするビー。それではここで虹ヶ崎リエラの皆さんとはお別れになります。最後にお一人ずつメッセージをお願いいたします。ではまず虹ちゃんからアグポン。はい、上原由美役大西あぐりです。はい、ということで2022年を振り返ってきたんですけど、本当に怒涛に走り抜けてきて、たくさんこうあなたと思い出も作れて、うんうんうん、こう楽しい1年だったなって振り返れてよかったです、うんうん、で来年の2023年は24アニメーションもあるし、うんうん、ユニットライブもあるし、うんうん、2022年では大阪に行ったんですけど、うんうん、あのメンバーがそれぞれいろんなねこう地方を回る虹旅ファンミーティングツアーなんかもあったりと、うんうん、本当にたくさんのあなたに会える機会があるので、来年の活動もいっぱいいっぱい走り抜けていきたいなと思っております、うん、ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。で続いてキトちゃん。はい、この絵かなテイクキトあかりです。2022年本当に
走り抜けて駆け抜けた1年だったんですけども、もうすでにね来年の予定がたくさん決まっていて、本当にありがたい限りで、もう来年も私たち走り抜ける気満々ですので、2023年もどうぞ二次学のことをよろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。で続いてリエラちゃんからなぎちゃん。はい、はじき連役青山なぎさです。2022年本当に応援してくださっている皆さんのおかげでとっても楽しい1年になりました。ありがたいことに2023年年明けからサードライブツアーが再開しますので、ぜひ現地で参加してくださると嬉しいです。本日はありがとうございました。ありがとうございました。で続いてやぶちゃん。はい、米目名役やぶしまあかねです。2022年は本当にもう初めてだらけの連続で、でもたくさんのことを経験させていただいて本当に楽しかったなと思います、うん、サードライブが真っ最中なんですけれども、うん、来年の年明けからもまた再開していきますので、よりもっと成長した姿を皆さんにお届けできるように頑張っていきたいと思います。本日はありがとうございました。ということで、にじちゃん、りえらちゃんのお二方、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。さてここで宮城の TBC 東北放送を聞きの方とお別れです。その他の地域の方はまだまだお付き合いよろしくお願いします。セブンイレブンから上質な素材をこだわりの技術で仕上げたセブンプレミアムゴールド、直火で引き立つお肉のうまみ、金のハンバーグ、食べ応え大幅アップの金のビーフシチューも大好評。セブンプレミアムゴールド。耳で味わうリモート飲み会、家飲み、一人飲みのお供に、青山芳乃と前田香織、金曜日のしじみ、ポッドキャストで配信中。情報です。来年2月と3月にアクアエクストララブライブ2023 It's a 無限大ワールドを開催させていただきます。有料生配信の同時実施も予定しておりますので、会場お家でぜひご参加ください。そして5月6月には静岡、沼津、大阪、東京の3カ所でラブライブサンシャインアクア裏の星女学院ラジオ JMA 出張放送局バブ卒大集合、ラジオとライブでワイワイワイの公開録音&ライブイベントを開催させていただきます、うん、現在好評発売中のうららじテーマソング CD ワイ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 に封入されている申し込み券でチケット最速先行抽選のお申し込みを受付中です。受付期間は2023年1月15日までですので、お見逃しなく。それぞれのイベント詳細は公式サイトをチェックしてください。以上、ラブライブサンシャインからのお知らせでした。では時間の許す限りメールとおはがきご紹介していきましょう。はい、ラジオネームカボさんからいただきました。ありがとうございます。放送日の翌日は12月31日大晦日、そしてさらにその次の日は1月1日、ということはダイヤちゃんのお誕生日ですね。元旦&誕生日とダブルでめでたいですね、といただきました。だ、ね、お兄ちゃんの誕生日がもうすぐう、ね、ということはソロコンサートアルバムもリリースされる。そう、リリースされるね。視聴動画も出てるのでね、うん、ぜひ皆さん聞いてくださいな、うん、なんか毎年やっぱりカウントダウンだったり、うんうん、特番とかに出ていた身からすると、ね、今年はゆったりとした年末年始を過ごして、うんうんうん、なんでぜひ皆さんもゆったりとお姉ちゃんの、ね、うん、お祝いをしていただきつつ、ね、曲も聴いていただけたらなと思いますよ。お願いします。で続きまして、ラジオネームレギュラーさんからいただきました、うん、ありがとうございます。フレリン&シカシューといえば、うん、今年1月のラブライブ ANN でもこの組み合わせでしたね。おー、そっか、うん、
フリリン&シカシューで始まり、うん、フリリン&シカシューで締める1年になりそうです。あ、もう予想してましたよもう本当だよ、年末といえば、流行語大賞とかが発表される時期ですね。そうだ、今年はギャルピ、ギャルピ、それな、うん、ブラボー、あー、キツネダンスが流行語だったみたいです、はいはいはい、ギャルピとかキツネダンスとかよく目にしていたので、まさにそれなって感じでした。うん、アクアの皆さん的には何か個人的にでもいいので流行したものとかありましたか。うん、それではブラボー、おー、ブラボーすごい、なんかいいね、なんか、ね、構成作家さんかみたいな感じのメールだ ね、 ねまとまりがあったね、あったね、どうですかね、流行したものだって、うん、まあチナじゃない、出たチナ、まあ、ギャルピに続いてちょっとギャルミが、ギャルミがある言葉だとチナとか、まあ、タシとかタシ確かに確かに、そう、もうね、家最後までみたいな、タシとかあ、この間の由美先生からは、あの、シュカ、ヤサーって来たの、シーまで行って、そう、ヤサシーって、あの、言いたかったんだけど、大体でもこう、ヤサーって、アクアのそういう流行語ってやっぱ由美先生とかからも、いや、そうだね、ダンスのね、いや、最近は由美先生から多いね、多いかもね、うん、ダンスも教えてもらいつつ、そういう流行語ちょっと弓語だもんそれ確かにね確かに確かにとかかね、うん、あ、やっぱみんなね似てくるからね、そうだね、ずっと一緒にいると ね、 なんかね似てくるから弓先生ありがとうって、うんまあ、そしてついに今日のアクアが9人揃いまして、そうだよ、マリちゃんで、日常をねこうやって見ていたわけなんだけど、ね、最後みんななんか今までのみんな登場した服装だったりとかで、そうそうそう、あ、そういうことかみたいなね、黒沢家とかはね、あ、このダイヤの服装とか薙刀を持って登場してたりとかして、続いてたんだなっていう ね、 ね、その日一日だったっていう、気づかれた方も多いんじゃないかなって思いますけども、ね、はい、いいね、のほほんとした今日のアクア、ね、まだ見てないよって方はぜひ見てみてくださいな、はい、ということでございました。ラブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールド、そろそろお別れのお時間でございます。早い、じゃあ最後にお聞きいただいている皆さんに、うん、もう2022年最後の放送ですから、はい、思いの丈をぜひ皆さんに伝えていただければと思います。はい、お願いします。はい、改めましてラブライブサンシャイン赤渡辺予約斉藤朱夏です。本日は本当にありがとうございました。すごく意外とあの時間が空いての登場だったので、でも私的には来てた、もう来てたんでしょそう来てたのよ来てたんだけど、そう、意外とね1月からまたこうして、まあ、今年を締めくくるという形になりましたけど、まあ、2022年もアクアとしては本当にいろんなこともやらせていただいて、東京ドームっていう場所にも立たせていただいたりとか、本当になんか皆さんに感謝の1年だったなと思いますけど、2023年もねまだまだ楽しいことたくさんあるので、来年も引き続き、皆さん応援していただけたら嬉しいなと思います。本日ありがとうございました。そして、そしてまず私からラブラブサンシャイン黒沢ルビ役の栗畑愛です。うん、まあ、年末こうして2022年の締めくくりの回もすごく楽しくトークもできてよかったなと思いますし、本当に大状態になったラブライブシリーズで、まあ、年末あり、そして1月9日には新春ありがとう文化祭っていう番組のリアルイベントがあったりもするので、ぜひ現地の会場で皆さんに会えるのをすごくすごく楽しみにしております。グッズだったりとかも充実してるし、どんなコーナーをやるのかだったりとか、ぜひ皆さん、いろいろ楽しみに期待して待っていただけたらなと思いますね。今日来てくださったアグポンもいらっしゃいますし、はい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 、すごい濃いメンバーでお届けするイベントでございますのでぜひ皆さん遊びに来てちょうだいな。配信でもご参加していただけたら嬉しいですよ。よろしくお願いします。お願いします。ということでラブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールドはここまでです。お相手はラブライブサンシャインアクアクロスRB役の栗畑愛と渡辺予約斉藤朱夏でした。